うわむしるさあ皆さんこんにちは、野沢さんころ森ちゃんでございます。重たいよよいしょ、重たいですよ。こちら昼間に西エビです。はい、ちょっといつものビルマニシキビちゃんたちと若干柄が違うの分かりますか？はい、この子実は当園でいるキビちゃんの中で2番目に大きい子なんですよ。はい、ちょっと1番はまあ今度のお楽しみでということで、はい、今回はですねこちらのグルナちゃんを皆さんに紹介させていただくんですけれども、体重撮影をしていきたいと思います。分かりますか、このサイズ感、長さ感。もうちょっとピンとすると、はい、はい、こういうことです。森ちゃん160cm 弱ということでですね、 3m 以上あります。私2人分ありますよね。折り曲がってるって換算すると、うわー虫いるうわーすごいすごい、何この虫。はい、身長計測しております。ごめんね、成長のねメモリーをね今つけてるんです。はい、見てください、350余裕です、350余裕です。ちょっと曲がって350なので、750は優にあるということで、皆さんいかがでしょう。結構大きいですよ。体重測定いってみましょう。持ち上げるってもうかなりの重量感ですからね。動けないように1箇所じゃなくて何箇所かで押すのがポイントでございます。よいしょ。行きます。よいしょ。さあ。ゆっくりね。ゆっくりね。よいしょ。よいしょ。はい、来ました。体重はちょっと。26、あ、間違えた、20.76。はい、という体重は 20.76。 はい、いやいや皆さんこんなにもありました。私より身長めっちゃあるのに私より体重半分以下だなって今思っちゃったんですけどね。はい、なんですけれどもこんなに体重がありました。皆さん 20.76 ということで、いやいや子供1人分ぐらいはあるということで、はい、驚きです。ちなみにもうこのサイズであれば、そうですね、どのぐらいのものを食べれますか。鶏はペロリいっちゃうぐらいのサイズでございます。はい、5メートルとかになるともうちょっと恐ろしいことに小型犬とかは全然食べれてしまうぐらいのサイズがあると、ヤギとかいけます。はい、それではもしもヘビが道端にいきなりいたらどういう感じでぬるっといるのか、ちょっと皆さん一緒に歩いてみましょう。あ、今日はお散歩日和だな。あ、ここに川があるからまたがないと。よいしょっとっていう感じです。どうですか、最初木でも何か倒れてるのかなって思いそうですけど、いざ近づいてみると、あ、ヘビだこの衝撃あると思います。そういったこと。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。巨大ヘビの体重そして身長を測ってみました。いやいや本当に大きくて迫力あって、でもそれが彼らの一番の武器ですからね。この長さそして筋肉重さもそうですし、はい、やっぱりヘビって世界で一番動物の中で分布している場所が多い動物なんですね。さまざまな土地に合わせた進化をできたすごい動物だと思います。はい、それでは皆さんぜひグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひ待ってます。はい、それではまたお会いします。森ちゃんでした。グルナちゃんでした。またね。